여러분 안녕하세요. 한국어 강사 이경아입니다. 오늘의 동화를 마지막까지 들어봐. 오늘부터 한국어 공부 효율이 2배, 이야, 3배가 됩니다. 오늘은 한국어의 동의어와 타이거에 대해 공부하시죠. 例えば, 하나와 공원에 咲いている 하나, または私たちの顔についている 하나가 ありますよね. また, 負けるは 勝負に敗れる という意味もあれば, 値段を安くする という意味もあります. さあ、どれが同意語で、どれが他義語でしょう? わからない方も多いですよね. そこで今日は、同意語と 他義語の見分け方から、よく聞く韓国語の同意語と他義語まで一気にご紹介します. 한국어 능력 시험에도 동의어와 타기어의 문제가 よく出題されるので, 오늘의 動画は見逃さないでくださいね. まずは、同意語と他義語とは、それぞれ何かというと、 同意語とは意味が異なる言葉だけど、たまたま発音が同じ言葉。他義語とは同じ綴りや発音だけど、文脈によって異なる意味を持つ言葉。 なので、先ほどご紹介した花は、それぞれ漢字の綴りや意味は全く異なるけど、たまたま発音が同じ言葉なので、同意義語。負けるは同じ綴りだけど、文脈によって異なる意味を持つ言葉なので、他義語ということになります。日本語では漢字が使われるので、同意義語と他義語の区別がしやすいですが、 韓国では皆さんのご存知の通り、漢字は使われておらず、ハングルのみで表記するので、非ネイティブの方にとって区別するのがすごく難しいです。とは言っても、皆さんが同意義語と他義語を区別する必要はないので、ご安心ください。皆さんは韓国語にも同意義語と他義語が存在するということを頭に入れておいて、一つの単語からたくさんの意味を汲み取れるようになれればいいと思います。 そこでここからは皆さんに特に知っておいてほしい同意語と他義語をいくつかご紹介します。すでに単語いっぱい覚えた方でも、この単語はこんな意味もあるんだ、だからこういう意味につながるんだ、など新しい発見があるはずです。では早速見ていきましょう。 その前にコリアンテナのYouTubeチャンネルでは韓国語学習者が知りたかった欲しかった動画を随時投稿中です。まずはチャンネル登録をした後に続きをご覧ください。まずはカリダーですね。カリダーは選ぶ、選択する、それから何かを覆う、隠すっていう意味がありますね。選ぶとか選択する っていう意味で使う場合は、ダイエット中なので食べ物を選んで食べます。だから、음식을가리다って言うと、これはいい、これは良くない、そういうふうに選ぶってことですね。음식을가려서먹어요って言います。 낯을 가리다도 よく使いますね。 例えば, 저는 낯을 가려서 모르는 사람 앞에서는 말을 안 해요. 자, 낯っていうのは何でしょう? 顔っていう意味ですね。この人はいいけど、この人はダメとか、そういうふうに人を選ぶっていう意味なんですね。私は人見知りなので、知らない人の前では話しませんとか、そういう時使いますね。それから何かを覆う、隠すっていう意味で、화장을안해서얼굴을손으로가렸어요って言いますね。意味は化粧しなかったので、顔を手で隠しました。가리다 って言いますね。カリダ。じゃあ次はパッタ。じゃあパッタの意味は明るいもあるし、光が強いっていう意味もあるし、夜が明けるっていう意味もありますね。例えば明るいの例文としては、 저는 밝은 성격이에요. 밝은 성격. 明るい 性格です. っていう意味ですね. 次は 태양이 밝게 빛나고 있어요. 太陽が 明るく 輝いています. って意味ですね. 자, 次は 夜が明けるっていう意味では 어느새 날이 밝았어요. 날っていうのは 日ですよね. 밝다. これが 明けるっていう意味なので 날이 밝았어요. って言うと 夜が明けました. っていう意味になりますね. 자, 次は 배. 자, 船. も 배だし 果物の 梨. それから お腹. それから 2倍, 3倍 っていう時 倍. も 배. って言いますね. まずは 船の例文を見てみましょう。 그 배는 바다를 건너고 있어요.
자, 소노 후네와 바다를 우미오 왔다테이마스 ですね 건너다 왔다루 ですね 자, 나시노 레분 ですね 배는 비싸서 좀처럼 먹을 수 없어요 ですね 나시와 타카쿠테 좀처럼 원한ですか 나카나카 ですね 먹을 수 없어요 食べられません 한국では 나시를 요리에도 많이 넣는데 例えば 불고기とかに この 나시를 入れると 肉質が 柔らかくて 美味しくなりますね 자, 次は お腹の 배 ですね 배는 부르지만 디저트는 먹고 싶어요 배가 부르다 っていうのは お腹が いっぱいだ ってことですね 자, 배는 부르지만 っていうと お腹は いっぱいですが 디저트는 먹고 싶어요 デザートが 디저트 ですね 먹고 싶어요. 고고 싶다와 나니나니 したい という 의미ですね. 디저트와 食べたいです. 아, 여러분도 그래요. 배는 부르지만 디저트는 따로 먹고 싶을 때 있죠? 次は 바이ですよね. 바이. 몸무게가 배로 늘었어요. 体重が 바이니 후에ました. 그러면 어떻게 되지? 자, 次は 다리. 아시모 다리다시. 私たちが 와타르 하시모 다리になりますね 足の場合は 다리가 짧아서 패션에 신경을 써요 足が 短いので 다리가 짧아서 패션에 신경을 써요 패션이 気を使います 次は 다리가 너무 흔들거려서 다리가 후들거려요 자, ここでは 다리다리 2つの 다리가 出てます 前の 다리は 橋 브릿지ですね 橋が 揺れすぎるので 다리가 후들거려요 후들거리다 って言いますね 足が 揺れます ここでは 揺れるっていうのが また違う単語になってますね 橋の場合は 흔들거리다 私たちの足の場合は 후들거리다を よく使いますね じゃあ 次は 눈, 目 っていう意味もあるし 雪の意味もありますね 目の場合は 눈이 커서 어릴 때는 외국인 같다는 소리를 들었어요 자, 눈이 커서 눈이 크다와 目가 大きいですね 어릴 때는 って言うと 子供の時は 幼い時は 외국인 같다 外国人みたいだ という 소리를 들었어요 話を聞きました 네 雪の場合は 겨울에는 눈이 많이 와서 길이 미끄러워요 冬は 눈이 많이 와서 雪가 たくさん 降るので 길이 미끄러워요 道が 滑りやすいです っていう意味ですね 자, 次は 말 言葉 話 っていう意味もあるし 馬 っていう意味もありますね 선생님 말을 잘 들어요 先生の話を よく聞きます 자, 馬は 제주도에서 말을 탔어요 제주도で 馬に乗りました 밤は 夜の意味もあるし 食べ物の栗の意味もありますね 밤이 되면 별이 빛나기 시작해요 자, 밤이 되면 って言うと 夜になると ですね 별이 빛나기 시작해요 자, 빛나다와 輝く 기시작하다와 何々し始める ですね 星が 輝き始めます 次 栗は 가을이 아니라도 밤을 많이 먹어요 가을, 아끼 ですね 자, 아끼 でなくても 밤을 많이 먹어요 栗を たくさん 食べます 자, 파리와 하에 っていう意味もあるし 프랑스의 수도의 파리의 의미도 있어요. 예를 파리가 음식 주위를 날아다녀요. 네, 食べ物の 周りが 음식 주위를 飛んでいます. 날아다니다になりますね. 자, 次 프랑스의 파리だったら 파리는 아름다운 도시예요. 파리가 美しい 도시です. 次は 쓰다. 자, 쓰다와 すごく いろんな 의미가 あります. 書く. それから使う、かぶる、かけるっていう意味ありますね。 자, まずは書く。 자, 그녀는 일기를 매일 써요. 彼女は 毎日 日記を書きます。 자, 여러분들이 일기를 써요. 자, 일기를 쓰는 것도 아주 좋은 한국어 공부가 돼요. 어떤 방법을 써서라도 살을 빼고 싶어요. 자, どんな方法を使ってでも 살을 빼다, 痩せる。 痩せたいです. 살을 빼고 싶어요. 아, 저도 그래요. 근데 살을 빼는 것도 꾸준히 해야 되겠죠? 痩せるためにも 本当に 語学と一緒で 코츠코츠 뭐 続けてやらないとなかなか痩せられないですよね.
자, 쓰기 이기마스. 자, 가부르. 겨울에는 따뜻한 모자를 써요. 후유와 아따따까이 모시오 가부리마스. 자, 모시오 가부르. 도끼모 모자를 쓰다. 쓰니? 쓰기와 안경을 쓰면 눈이 작아 보여서 싫어요. 메가네요. 가케르토 메가 치사쿠 미에루 노데 이야데스. 쓰니? 자, 안경을 쓰다. 자, 메가네요. 가케르. 자, 메가네요. 가케르와 안경을 끼다. 뭐 요쿠 쓰카이마스. 안경을 쓰다. 안경을 끼다. 도치데모 다이조부 데스. 자, 쓰기와 싸다. 자, 싸다 뭐 이러이러 아리마스. 야스이. っていう意味もあるし 包む それから漏らすっていう意味もありますね じゃ まずは安い 싸고 품질이 좋은 것은 없나요? 싸다 安いだから 싸고 자 これは 並列の語になりますね じゃ 安くて 品質がいいものはないですか? っていう意味ですね 次は 包む っていう意味ですね 남은 것은 싸주세요 これはどういう状況で使いますか? これは料理を食べてちょっと残ったものそのまま買えるのはちょっともったいない場合남은것은싸주세요と言いますね。자싸주세요の代わりにポジャンへ주세요でもいいですね。ポジャンへ주세요。자次漏らすっていう意味もあります。아이가이불에오줌을싸버렸어요。자오줌을싸다。おしっこをするっていう意味ですね。아이가子供がいぶれ布団におしっこを漏らしました。 자次は정원庭園っていう意味もあるし庭園っていう意味もありますね 우리 집 정원에는 아름다운 꽃이 많아요 자 우리 집 정원에는 私の家の庭には美しい花がたくさんあります 아름다운 꽃이 많아요 次は庭園ってことですね이 버스의 정원은 50명입니다 このバスの定員は50人です 次は의사 의사は医者っていう意味もあるし 医師っていう意味もありますね 그녀는 훌륭한 의사입니다 자, 훌륭하다 っていうのは 素晴らしいとか 偉いっていう意味ですね 그녀는 훌륭한 의사입니다 彼女は素晴らしい医者です 次は医師の場合ですね 당신의 의사를 존중합니다 あなたの医師を尊重します 존중합니다 になりますね 자, 次は 시장. 자, 시장は 시장, 市場っていう意味もあるし 시초っていう意味もありますね 例えば 市場の場合は 시장에서 신선한 과일을 샀어요. 市場で 신선な果物を買いました. 시초の意味では 부산시장이 되기 위해 선거 활동을 해요. 부산시장になるために 選挙活動をします. 선거 활동になりますね. 활동の場合は 똥, 노になります 선거 활동을 해요 자, 次は 재판, 사이반っていう意味もあるし 사이한っていう意味もありますね 재판은 다음 주에 시작됩니다 사이반は 다음 주, 来週に始まります 시작되다ですね 次は 사이한 자, 그 책은 인기가 많아서 재판되었어요 その本は 인기가 많아서 인기가 아르노데 사이한 사레마시다 次 걸리다 자 걸리다 이빠이 아리마스 자 카카루 코코로니 히카카루 데이미마루시 카제오 히쿠 데이미마루시 지간가 카카루 데이미마루시 마레루 데이미마리마스네 마즈와 카카루 벽에 걸려있는 그림은 제가 그렸어요 자 벽과 카베 ですね 자 카베니 카카테이루 에와 자 그림 에 ですね 제가 그렸어요. 자, 그리다와 가크, 에가크 っていう意味なので 私が 描きました. 자, 次は 心に 引っかかる っていう意味ですね. 친구가 말했던 말이 마음에 걸려요. 자, 맘 っていうのは 마음의 縮約形になりますね. 자, 友達が 言った 言葉が 마음에 걸려요. 心に 引っかかります. ですね. 次は 風邪を 引く 자, 감기에 걸리다 ですね. 얇게 입고 잤더니 감기에 걸렸어요 자, 얇게 입다 가 우스기 になりますね 우스기で 잤더니 냈다라 감기에 걸렸어요 風邪を 引きました 次は 時間が かかる ですね. 자, 아무리 헬스장에 많이 가도 살을 빼기 위해선 시간이 걸려요 자, 時間が かかります ですね. 자, 헬스장은 何ですか
ジム。いくらジムにたくさん行っても痩せるためには、サル빼기위해선何々기위해서が何々するために。ウィヘソンっていうのはウィヘソンの縮訳ですね。時間にかかります。 バレるっていう意味もありますね。 몰래 도시락을 먹다가 선생님한테 걸렸어요. 자, 몰래 こっそり 오벤토 타베르っていうのは 도시락을 먹다. 다가 これは 何々する 途中ってことですね. こっそり 오벤토 타베테이따라 타베테이르 途中 선생이 바레마시타. 선생님한테 걸렸어요. 자, 次は 가지. 자, 나스 뭐 가지다시 種類の意味で 가지를 使いますね. それから枝も가지になります。さあ、いい가지모양은独特해요。独特하다なんでしょう。独特ですね。さあ、いい가지모양은このナスの形は独特です。ですね。さあ、次、種類の意味では、ペガコパスは음식을몇가지시켰어요。さあ、몇가지発音は가지가のになりますね。さあ、시키다はなんですか? 注文するってことですね。お腹が減ったので、食べ物を何種類か頼みました。注文しました。ですね。次は枝。나무에가지가많이자랐어요。나무에木に、枝がたくさん生えました。많이자랐어요。ですね。次は지도。 지도は地図っていう意味もあるし、指導っていう意味もありますね。地図の意味では、地図를 보고 목적지에 도착했어요. 地図を見て、目的地ですね。目的地へ到着했어요。到着しました。次、指導の場合は、경화선생님의 지도를 따르세요. 경화先生の指導に従ってください。 자, 여러분, 제 지도에 따르세요. 자, 次は 경기. 자, 경기は 케이키 뭐あるし, 競技っていう意味もありますね. 자, 케이키の 場合. 최근에 경기가 좋아지고 있어요. 最近, 케이키가 良くなっています. 경기가 좋아지고 있어요. 자, 次は 경기에 참가했지만 우승은 못했어요. 자, この場合は 競技ってことですね. 競技に 参加したけど 우승은 못했어요. 優勝は できませんでした. 우승. 優勝ですね。次はタルダ。タルダは従う、懐く、注ぐっていう意味ですね。従うっていう例文では、규칙을따라움직여요。규칙、規則、ルールですね。規則に従って動きます。움직여요。動く、움직이다。次、懐くの例文では、그개는주인을잘따라요。ですね。 その犬は飼い主によく懐いています。次は、コベスルタラヨ。じゃあ、このタルダは注ぐ、継ぐっていう意味ですね。コップ、コップですね。コップに、お酒を注ぎます。次は、ブルダ。じゃあ、ブルダは歌う。それから呼ぶ、招待する。それから、お腹がいっぱいだっていう意味ですね。じゃあ、まずは歌う。 노래를 부르는 것을 좋아해서 옛날 꿈은 가수였어요. 자, 노래를 부르는 것っていうのが 歌を歌うの 것을 좋아해서 자, 何々が 好きだは 을을 좋아하다 ですね. 노래를 부르는 것을 좋아해서 옛날 꿈은 昔の 夢は 가수였어요. 가수でした. 가수 ですね. 가수. 가수っていう時 가가 高くなる人多いですね. 가수 になります. 가수였어요. 가수였어요. 자, 次は 여부 쇼타이스루. 자, 친구를 집에 부르고 싶어요. 도모다치요 이에니 쇼타이시타이데스. 요비타이데스. 자, 次は 오나카가 이빠이다 って意味ですね. 배가 너무 불러서 디저트는 못 먹겠어요. 배가 너무 불러서 오나카가 이빠이나노데 디저트는 데자토와 못 먹겠어요. 타베라레마셈. 자, 次は 피우다, 사카스, 수, それから浮気をするっていう意味もありますね。 자, 사카스では 한 달간 꾸준히 물을 주니 꽃을 피웠어요.
자, 한 달간, 1ヶ月間 꾸준히, 코츠코츠 물을 주니 오미즈오 야따라 꽃을 피웠어요. 하나오 사카세마시다. 자, 次, 타바코스 띠 의미. 담배를 피우는 것은 건강에 좋지 않아요. 타바코스 노와 건강에 좋지 않다. 健康に 良くないです. 건강에 좋지 않아요. 次와 우아키오스루. 그는 몰래 바람을 피우고 있었어요. 몰래와 난데스카. 콧소리という 의미ですね. 그는 몰래, 카레와 콧소리 바람을 피우고 있었어요. 우아키오 していました. 次와 들다. 자, 들다와 오카네가 카카루노 의미. 소레카라 모츠, 모치아게루 っていう 의미가 들다. になりますね. 한국어를 말하기 되기까지는 돈이 많이 들었어요. 한국어 하나세르 요니 나루마데와 돈이 많이 들었어요. 오카네가 탁상 가카리마시다. 데모 코노 유튜브와 타다나노데 탁상 미테구다사이. 오카네 가카리마세. 돈이 안 들어요. 자, 次 모츠って 의미. 깜빡하고 리모콘을 들고 밖을 나갔어요. うっかりして 리모콘을 持って 外に 出ました. 리모콘을 들고 밖을 나갔어요. 여러분, 가방의 안에 리모컨이 入ってたり, 냉장고의 안에 리모컨이 入ってたり, 시마센까? 私だけ? ここで皆さんにお知らせです。すでに多くの方にご登録していただいている公式LINE では日頃からの感謝の気持ちを込めて韓国語教室が編集した特典テキストを無料配布しています。すでに 3000人以上が受け取っている初級文法125選。レッスン感覚で楽しめる初級動詞形容詞50選。韓国語を耳に慣れさせる聞き流しスクリプト。すべての特典が YouTube 動画と連動しているので韓国語教室に通っている感覚で楽しめます。期間限定の特典ですので 削除される前に必ず受け取りください。さらに自分に合っている学習方法がわかる学習タイプ診断、今までの動画の内容を文字で読めちゃうコリアンテナメディア、年に数回しか募集しない限定グループレッスン、自分の韓国語の実力を試せる韓国語クイズ、このすべてが LINE 登録一つで楽しめちゃうので、今すぐゲットしてください。皆さん、どうでしたか？皆さんの記憶に残りやすいようにできるだけ面白い例文で解説しました。同音異義語と多義語は難しいと感じがちですが、ポジティブに考えると一つの単語でいくつもの使い道がある一石二鳥の単語です。今日勉強した語彙は聞き流しにもしていく予定なので、こちらも活用してください。 新年明けて間もないですが、皆さんの韓国語勉強は順調ですか？ちょっとサボり気味になってきた。最近韓国語勉強楽しくないとなった時は、いつでもコリアンテナの YouTube でモチベーションをアップしてください。またオンラインレッスンの申し込みもお待ちしております。これからもどんどん韓国語学習者に役立つ情報を発信していきますので、こちらの動画が役に立ったと感じた方はチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまで押していただけるととても嬉しいです。여러분、다음에또만나요。감사합니다。안녕히계세요。